はいどうもこんにちは、カジマックです。いや始まりました、アマゾンタイムセール祭り。今回は結構待ってたんでやっと来たって感じ。ただどっちかっていうとこれ、はい、わかります、僕はタイムセール祭りっていうよりもこのポイントアップキャンペーン、こっちの方がメインだったりします。特に今年に入ってからはタイムセール祭りですごく安くなっていたものあんまりないような気がするんですよね。もちろんプライムでは別として、とはいえやっぱり見てみるとチラチラ安くなってるものも見かけます。 Fire TV スティック 4K とか Fire タブレットとか、あと先日ご紹介した Xiaomi のワイヤレスイヤホン、はい、これも半額、めっちゃ安くなってました。でこういった情報は随時この動画の説明欄に更新していきますんで、もしも買うもの見当たらないとか何かあと少し足りなくて探されている方はよかったらこの動画の説明欄時折チェックしてみてください。ということで今回は Amazon タイムセール祭り、カジマックが買ったもの全部ご紹介します。といってもデジモノガジェットほとんどないです。よかったらお暇な時最後までお付き合いください。それでは始めていきます。2021年8月、 Amazon タイムセール祭りスタート。でまずはタイムセール祭り、最初にするのはこれ、ポイントアップキャンペーンのエントリーをしてください。はい、この画面エントリーボタンありますよね。これをまずポチッとすることで、今から8月19日木曜日23時59分まで合計1万円以上のお買い物をすれば最大5000ポイント還元ポイントアップキャンペーン、これに参加することができます。でその内容を見てみると、プライム会員でプラス 2%、 アプリ購入でさらに 1%、Amazon マスターカードでプラス 1%、 その種類によって合計最大 6.5% の還元を受けることができます。僕は Amazon マスターカードクラシックなんで 6% のポイント還元で、仮にプライム会員でない方もアプリ購入で 1% 還元、あ、いや1万円分買っても100ポイントっていうことなんで、まあ、正直がつくほどではない。でも普段から買うって決めてるものをこういう機会にまとめ買いしておくと少しでもポイント返ってきます。はい、僕の場合 6% なんで今月は結構待ってました。とりあえずエントリーを忘れなく、これ先に買い物してしまったっていう方もエントリーすれば期間中のお買い物は全てカウントされます。なんで今からでも遅くありません。とにかくエントリーを。それでは今回タイムセール祭り、カジマックが買ったもの全部ご紹介していきます。まず最初はこれ、 SWE Wi-Fi スマート家電リモコン。はい、これ以前買ったものの買い増し、これは特選タイムセールに入ってました。普段より確か300円ぐらい安くなってるんで、いやこれは買い時でした。また届いたら使っていこうと思ってます。で次、僕は普段、はい、これわかります、ちょっとおじさんが持つような財布ではないんですけど、普段僕はこんなに小さい可愛らしい財布使ってます。メインの財布も持ってるんですけど、つい便利でいつの間にかこれがメインになって、この財布かなりくたびれてきたんで、ちょっと買い替えようかなって思っていたところ、もうほぼ在庫がなくなっていて同じ色のものはもう買えませんでした。っていうことで今回残った色目の中から、はい、オレンジ色、同じ財布をもう一個買いました。いやこれ結構本当気に入ってるんで、もしもこのオレンジダメになったらどうしようか今からちょっと憂鬱です。とりあえず1個新しいの確保しました。で次、実は今年でうちなんと築18年、いやもうかなりあちこちくたびれてきていて、その割にあまり壊れるものが少ないんで、いつ壊れるのかヒヤヒヤしながら使ってるものも結構あります。そのうちの一つが、はい、ちょっとあまり綺麗じゃないんで、なんとなくご覧いただける写真をご用意するとこちら。はい、キッチンの水道から、これももう18年目なんで、たまに塗水レバーを動かすとパキパキ変な音が鳴ります。ということで今回こちら、自分で変えてみようと思ってキッチン用のカランを買いました。ただこれ実は今回のタイムセール祭りではなくて、ちょっとポイント余っていた楽天で買いました。でこれ普通のキッチンカラーなんですけど、スパウトを変えることで簡単に浄水器付きに変えれるということでこちら、はい、それ専用の浄水スパウトを買いました。でどうせならこれもともと浄水ついてるものを買った方がお安く上がるんじゃないかと思いきや、なぜか別体で買った方が結果お安く済むっていうね。で今回特にキッチン用のカランを選ぶとき、初めから決めていたのはシャワーホースなしのシャワーヘッドが使えるもの、これを探してたんで、このセットは結構ぴったり。そして何より合体変形男のロマン、いやこの後からカスタマイズするあたりちょっとくすぶられたんで、今回はこれを買ってみました。いやもう需要ないの分かってるんですけど、またもし気が向いたら動画作ってみたいと思ってます。
で、次、同じく家が古くなってるんで、それに合わせて気になっていたのが、お風呂の節水シャワーヘッド。で、特に今、ナノバブルとか使えるやつ、あれ結構テレビの通販とかで見てると欲しくなるんですけど、ツイッターで皆さんに聞いてみると、賛否両論真っ二つ。で、3の方はメーカーの CM 通りの感じなんですけど、P の方、こっちは例えば、節水しすぎてお湯が出ないとか、冬場水流が細かいから、肌にかかるまで冷めちゃうとか、いや、このあたりを聞くと、やっぱり1万円台から3万円台、結構高いシャワーヘッド買うのは躊躇してました。そこで今回、逆に、めっちゃ安くて、これ大丈夫みたいなやつ、それを買ってみようと思いました。あ、いや、これメーカーさんには申し訳ないんですけど、日本製シャワーヘッド、これを買ってみました。あ、いや、今噛んでませんよ。日本製のシャワーヘッド。はい、このシャワーヘッドを買いました。はい、これ、日本製だけど、日本の会社が売ってるとは書いてません。本当かな？そのあたりも含めて、ちょっと興味あったんで、一回これを試してみようと思ってます。で、これ塩素を取ってくれる機能がついてるんで、そうなると買いたくなるのはこちら。残留塩素を測定する試薬。これも買いました。はい、なんでこれで、さっきのシャワーヘッドと、その前にお話しした、キッチンカラーの浄水器。これを試してみようと思ってます。はい、こういう実験は大好き。で、次。はい、これが最後。うちの奥さんが欲しいって言ってた、肌荒れとか、ちっちゃいイボに効くらしい、飲み薬を買いました。はい、これで以上。現状買ったものはここまで。ということで今回、購入したものの合計金額、総額が 15,181 円。僕の場合還元は 6%、910円分ポイント還元される予定です。昨日買い物していたら、タイムセール割引ないものも含めて、1000円以上違ってたということ。はい、なんでもしも、近々絶対買うけど、欲しいものリストに入れたままっていうものがあったら、こういう機会に買い物してみると、ポイントアップキャンペーン、結構有効に使えるかもしれません。今回僕が買ったものリンクと、あと目星セール情報、説明欄にリンク貼っときますんで、ぜひチェックしてみてください。で、冒頭でもお話しした通り、今回タイムセール祭りのセール情報、この動画の説明欄、どんどん随時更新していきますんで、何かいいものないかなって探されている時、よかったら時折ご確認ください。あと最後になりましたけど、Kindle Unlimited 2ヶ月99円キャンペーン、これももうすぐおしまい。8月19日までなんで、あ、いや忘れてたっていう方、これほんとかなりお得なサービスなんで、よかったらこれも説明欄にリンク貼っときます。それをタップすることでご自身のアカウントが対象かどうか確認できます。よかったら急いでチェックしてみてください。で、 Amazon Music Unlimited も500ポイントゲットのチャンス、これを見逃す気はないです。これも情報書いておきます。はい、ということで2021年8月、 Amazon タイムセール祭り、もしも僕が追加で購入したものがあれば、それもまた説明欄に随時更新していきますんで、よかったらたまにチェックしてみてください。で、ご自身は何を買われたのか、あるいはこんな安いものありましたとか、おすすめの商品があれば、よかったらコメント欄にお願いします。いや、もう本当 Amazon タイムセール祭り大好きなカジマクチャンネル、これからも買い物していこうと思ってますんで、こういうセール情報気になる方、お住み出ない方はぜひチャンネル登録お願いします。コメント評価もいただけると嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマクでした。